30分です。乗り物と見学、この席で振り分けを行っております。すごいスピードで飛ぶのでマンゴーの目が止まらないんだ。頭に羽がついていて、それをプログラムごとく猛スピードで回して飛ぶんだ。どうせダンブルドアが許したんだろう。
ダンブルドアは全ての人の良い面を見る。魔法の力もあるなしは関係ない。それにこの若者たちの中に将来ケイデッチの名選手となるものはない。フッ、どいつもこいつもロープでなしに見えるが。じゃあスリザリーにぴったりね。ロウェナ、聞きまして？ハグリッドがまたドラゴンを逃がしたって。でも見つけるでしょ、エレナ。いつものことよ。この前みたいに袋小屋を燃やされなきゃいいけど。またも明らかな法律違反。1709年のワールド法に反する。だがマグルがこうもうろついているとドラゴンを置いておくのも悪くはないな。なんて恐ろしいことを言い出すの、サラザー。スリザリンチームの最近の成績を見る限り、マグルを入れてみた方がいいんじゃないか。スリザリンではクイリッチの優勝から遠ざかってもうどれくらいになる。そんな質問に答える義理はない、コードリック。もうお客様の前で言い争いなんて。ちゃんとおもてなししないと失礼な人たちだと思われるわよ。へえ、嫌なら帰るだろうよ。ダンブルドアからお客は大事にし関係性みたいに言い出す。それに行こう。ヘスの忍びをさ、巨人フローコンで尊敬させたらごめんだと言われるよ。さあ、どうもこの日やお腹立てよ、客様。ならば一つ除菌しておこう。名を恐れるのはそのものへの恐怖を増すだけじゃ。ヴォルデモートは恐怖を糧に力を増す。人はいつか決断を迫られる時が来る。どちらを取るか、正しい道か楽な道か、その選択が人を形作る。迷ったら心に従うといい。それで間違うことはめったにないから。じゃあ、ええかな。ヤクノマデトに対する防衛術の教室へ進むべ。だから、ヤクノマ術に対する防衛術の先生が答えやけどな。通り抜けられます。それは仕事くださいね。教育所までそれを飛んでいくのが一番いいよ。死ぬほどつまらない。無理ないけどね。だって先生は死んでる。そう、つまり先生はゴーストだって意味よ。そうだって、ゴーストってのは死んでる。当たり前だろ。マグルはバカじゃない、わかるぞ。バカだなんて言ってないの。私の両親はマグルを忘れろ。とにかく僕らとクィディッチを見に行く方が楽しいと思うよ。それには城を抜け出さないとね。頼むよハーマイオニー。必要な部屋に来て、そしたら空を飛んで競技場まで連れてってあげる。ちょっとした魔法を使うわ。クリッチの名選手に習ったの。彼女、呪文をたくさん使える。ノーマン、赤い海を出せたの。何で困るんだ。かわいい。メデオが警察に出た。変なやつだけどすごいんだ。誰か来る。じゃあ、必要な部屋でね。いいことするといい気分でしょ。
チャロン。君と一緒にマントにいるよりはね。声が大きいよ。フィルチに聞こえる。皇室がうるさいんだよ。やめて。Oh, yeah.